こんにちは、ひかりです。今回はね、久しぶりにね、えー、埼玉で、えー、ちょっとハードオフとかリサイクルショップとか行ってきました。でね、購入品紹介をね、したいと思います。あと、ワンダーウィーにも行ったんだけどね、ステアとか。まずこちら、オフハウスでゲットしてました。これちょっとラッキーじゃない欲しかったんだけど、まあなんか、ね、やっぱね、低価だとね、どうしてもやっぱね、ちょっとね、あーってなってたんだけど、ゲットしてました。俺ね、粒ソジャー系のアイテム初めてだっけ 記憶にないんだけど、あの、即眼のね、装備ヒーローの、レッドとグリーン。あの、本編はね、例によって見てないです。ね、またね、再放送でね、一気見したいんでね。まあ、毎週毎週見るとさ、疲れちゃうじゃん。あの、待ち遠しくなっちゃうからさ、見てないんですよね。じゃ4月入荷なんで入荷したてかなと思うんだけど、2体で108円でしたね。え、まあ、多分、他の色はなかったんで、まあ、でもね、すぐ売れちゃうから危なかった。うん。やったーって感じ。100円はいいね。うん。 最近ね、ハードフとかオフハウスとかね、あの、レジ袋有料化が進んできてるんで、まあ、いいことではあるんだけど、あのー、物によっては不便。こういうちっちゃいものの時はほんと袋いらないんだけど、あの、なんだろうな、うん自転車とかで行ったりとか、電車で行く時もそうだけど、袋が欲しい時もあるんだよね。だからその時はもうお金払うけどね。あ、若干歪んでるかな。あ、そうでもないか。よし。レッドとグリーン。 まあね、あのー、今んとこ僕見てないんだけど、僕的に一番かっこいいなと思うのは、ブラックですかね。なんとなくだけどね。まあ、レッドとグリーン。まあ、特にレッドがいれば人形劇とかでもまあ、使いやすいかなと思って。ほら、すごいよね。竜奏者って、あの、左腕だけ制御色が違うんだね。かっこいいけどね、普通にね。うん。普通にかっこいい。普通に。かっこいいかっこいい。これが一つと、あとね、これこれ、ババン。 これね、昨日ブックオフ行った時に、あの、キャッツドッグスっていう、ドッグスか、っていうやつなんだけど、ブックオフで500円で売ってたんだよね。で、アマゾン見たら、中古で一番最安がね、300円プラス、ああ、違う、なんか、90円プラス送料300円とかだったんだよね。まだ400円くらいだったわけ、アマゾンがね。あ、じゃあアマゾンで買おうと思って、アマゾンでカートに入れてたわけ。で、今日、あの、ハードフ行ったら、300円になりました。 ラッキー。このね、あの、まあ、全然知らないんだけど、昔これ CM やってたのは覚えてるんだけど、なんか、こう CG を使ってるのかな。スパイムービーってことで。これ見る限りは、なんか犬と、犬と猫の、なんか、争いごとみたいな感じなんだけど、若干違うっぽい気もするんだよね。まあでも、まあ、一国道さんとかね、このや矢島明子さんこれって、しんちゃんの声の人だよね。とか、大塚さんとか、結構まあ、ちゃんとしてんのかな。で、一国道さんが一人三役やってるとこ書いてあるんだよね。吹き替えね。 まあ面白いんじゃないかなと思いますけどね。多分ね。まあ、絶対面白いよ。あの、絶対明るいでしょ、これ。ポップだと思うんだよね、内容は。絶対ね。だからまあ基本大丈夫だ。コメディ系は好きなんでね。キャッツドックス。まあ300円だったんだけど、1月から売れ残ってるぐらいなんで、多分いろんなとこで見つかるとは思います。な感じ。あ、なんか入ってる。良かった。スムーションも入って、ス明ーションっていうか入ってて。かわいいね、これね。うん。まあ、これもちょっと見たいと思います。はい。 昨日から今日にかけては僕ね、アベンジャーズ系を見まくってますね。Twitter とかインスタでは結構言ってるんだけど、アベンジャーズ系をめっちゃ見てます。えっとね、昨日見たのが、インフィニティウォーとか、まあ,あの、エイジオブウルトロンとか、シビルウォーとか見てて、で、今朝はね、あの、あれ見た。あの、一番最初のアベンジャーズ。無印アベンジャーズっていうのかなを見ましたね。はい。やっぱ面白いね。最高やアベンジャーズ。で、これね。 あ、そう。で、ブラックパンサーと、スパイダーマンホームカミングはね、レンタルでももうスパイダーマンに関してはさ、あの、旧作になってるから100円だし、ブラックパンサーもね、純、新作で、なんか曜日によって純新作も100円になるから、すぐ見れるんだけど、もう絶対面白いからもう買おうと思って。はい。だから、買います、あれは。もう、レンタルしないで。早く見たいんだよね。で、ワンダーグーにも行ってきました。 最近ね、なんか、全国のワンダーグーがさ、中古商品の扱いをやめ始めてますね。中古 DVD、CD か。ねえ、やっぱあんまりなのかなでも、その代わり、あの、カードトレカ。遊戯王とかポケモンカードとか、そういうさ、中古のトレーディングカードはなんか強化してますよね。ブックオフもそうだけど。やっぱトレーディング、トレーディングカードは売れるんだろうけど、やっぱね、あの、こういうね、メディア系はやっぱり、もう廃止になっちゃってるのかな。 配信にね。で、ワンダーグーで買ったのはね、探していたこれ。コナンファンブック。名探偵コナンファンブックなんだけど、これアマゾンでね、買おうと思ったらね、ちょっとプレネになってて、買い占めが起きてるらしいんですよね。まあ、これがね、超豪華、8台付録。これが多分人気みたいで、特に僕も欲しかったんだけど、これがね、あのー、これ、ペーパークラフトの喫茶ポアロ。 まあ僕がね、読んでた頃はね、そんなにキスタポアローって出てきてなかったんだけど、多分この新キャラクター、どれだっけな、この子、この子っていうかこの人とかが出てきたあたりから結構、なんか重要になってきたのかな。ちょ最近のはちょっともうね、長すぎてもう見てないんだけど、またこのファンブックを読んでね、楽し、なんか楽しんでいきたいですね。他にもちょっと付録はね、あ、見せて大丈夫なんで、見せますけど、ちょっと高いんだけどね、定価がね、 え、本体1070円。で、定価1160円ってことで。高いんだけど、まあ、中身まだ見てないけど、まあ中身もね、あの、豪華っちゃ豪華だよ。全部カラーだし、あと大体なんか、あの、いろいろ説明とか載ってるしね。あ、書き下ろしポストカードとかの入ってる。あとはいろいろあって、まあこんな感じで、あの、ペーパークラフトもガッツリあって、トランプも付いてるからね。結構いいと思うんだよね。八大付録っていうのあって、まあポスターとかね、すごろくもあるんだ。 で、パズルみたいのもあって。これいいよね。これね、アマゾンで売れて、売れてない、もう残ってないんだけどあ、今はね、これからもうちょっと出るのかなと思うんだけどね、ちょっと転売されちゃってるのかもしれない。で、あれですね。僕が今日行ったワンダーグーでは、僕が買ったのも含め、あともう一個ありました。二つだ、二つだった。だからまあ、それが売り切れたらね、そのワンダーグーももう終わりなのかもしれないですけどね。ああ、ちょっとね、できれば、 ね、あの、<laughs> うん。かああ、ニュース、入試困難とかにはね、納得してないですね。はい。で、これが今日の購入品です。もう大満足。だよね。あもぐそぐそぐそ、ごめんごめん。もう一個あったわ。あのオフハウスで、ハードフトとオフハウスってレジ別なんだけど、オフハウスでこの二つね、これだけ、あの、買って、100円で買って、去ろうと思ったら、レジ前に、品出し、これからします、みたいな感じの、あの、カートがあって、そこから、あ、そこにこれがあったんですよ、これ。 あの、ヤマトが、ね、で、ポイント貯めるともらえるミニカー、トミカじゃなくてね、クロ、うん、ンドカヤマトで、ポイントを貯めるともらえるミニカーなんだけど、これが200円だったんですよ。ちょっと、これ、合わせちゃうんこれがね、200円だったんで、買っちゃいましたね。一回レジ終わって、去って、その店員さんが、あの、僕がなかなか去らないから、レジから離れないでいてくれたんで、すぐね、あの、あ、お願いしますって。そうそう。あの、砂無しカートの商品はね、 ま、あ、店員さんに正直断んなくても見て大丈夫だと思いますよ。うん。あのー、大丈夫なんですよ。品出し、あの、僕ね、もともとオフハウスでバイトしてたんですよ。その時のシステム的には、あの、ちょっとごめん、剥がれないんだけど、216円ね。うん。あの、品出しカートに載せる時にはもう、あの、何円の商品をいくつ、品出し,ななししましたっていうのは、パソコンに入力完了してから、カートに絶対載せるんで、もう、カートに載せたやつはこれから、ただ、 あの、並べるだけなんで、そっから、そっから取っても全然、むしろ店員さんは3級ぐらいな感じなんで、断らずにこう見ちゃっても大丈夫です。あんまりぐちゃぐちゃにしたりとかしなければね。レジ横にあったりしても全然大丈夫。さすがにレジの中のはダメだけどね。レジっていうか、レジの裏とかのはダメだけどね。入っちゃダメなんだけど。レジ前にあるのはもう大丈夫ですから。はい。で、これね、結構扉が壊れてるのとかあるんだよね。そう。で、今回は壊れてるの、そうなんで、200円だったんで買いました。他にもね、 箱入りのトミカとかが300円でめっちゃでね、あの、新入荷あったんだけど、まあ、僕が欲しかったのはこれかなっていう。これまあいいのあったんだけど、まあ切りないからやめましたね。あとはいくつかおもちゃも品らしなされてて。あの、もう閉店のね、蛍の光が流れてる時にもういたんだけどね。いいよね、これね。欲しかったんだよ。やっとゲットした。ヤマト運輸って書いてあるでしょ。うん。トミカでも出,す出してほしいけどね。まあいいでしょう。はい。 <laughs> これが今回以上かな。最近さ、ハードオフさ、あの、ハードオフっていうか、ハードオフお母さあと、ホビオフとかもそうだけど、ガレージオフとかもそうなんだけど、あポイントがさ、全然貯まんないんだよね。来店ポイントは。いいんだけど、昔すげえ溜まったから、最近もう貯めるのめんどくさくなっちゃってさ、まあ溜めてるんだけどね。はい。で、あの、ヒョウに行ってた時に、寄った、あの、ホビオフで買ったもので紹介し忘れたのが、こちらですね。バーン、ダッシュバード1号ですね。はい。 これね、ついにゲットしてるんですよ。こうやって。なんだけど、これはまあ、壊れてないかなと思ったんだけど、帰ってみたら、ここもね、ちゃんとこう大丈夫なんだけど、帰ってみたら、ここが若干割れて、結構割れてましたね。後でネジ外して、ここをはめて、ネジ止めれば、まあちょっと割れてるけど、まあ大丈夫かな。遊びはするかなって感じ。これが300円でしたね。まあちょっと残念だったんだけど、まあ遊べなくはないかなって感じで。ダッシュマード1号で、これで1号と2号が揃いましたね。はい。 で、あとアマゾンで買ってて、昨日紹介させれたのがあって、これ、サバ,バン。実はビオランテ買ってました。はい。新品ビオランテですよ。ソフビーのビオランテ買いましたよ。まあ、値段が落ち着いたって感じだったんだよね、アマゾンで。なんか、定価超えになったり、定価より安くなったりを繰り返してたんだけど、ま、あね、限定品とかではなかったみたいなので、ね、結構、うん、値段ももう落ち着いたんでね。 買いました。めっちゃ首かしげてるけどね。まあ、タグは取るんですけど、ムービーモンスターシリーズ、ゴジラ対ビオランって。これ、首、動くんだ。嘘。な感じで。こう、こうかな。強そういいね。まあ、でかいね。うん、いいね。まあ、今のね、現状で、いくらだっけ、2000円しなかったぐらいだと思うんだけど、あの、説明欄にリンク貼っときますんで、 皆さんもあのお手頃の価格の時に買ってみてください。ビオランテかっこいいっすねちょタう。タグ取ろ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 う。よし。これ、最近タグね、ニッパーで取ってるんですよ。なんからハサミだとさ、装備も切っちゃいそうで怖いんだよね。ビオランテ。 そうあのやっぱ昔発売してたやつの方がね、それはできんだけど、今ね、買うとね、僕が見つけた最安が6000円ぐらいなんだよね。中野ブロードウェイのショーケースで。で、8000円とかでもあったりするんだけど、まあね、8000円はちょっとね、6000円とかもちょっとあれなんだよね。だってこっちでは、正直、我慢っち我慢だけど、最近のソフビの中では、めちゃめちゃクオリティが高いと思います。これ押し込まないと。クオリティめっちゃ高いですよね。 ま、ちょっとちっちゃいんだけどね。あ、ま、でかいんだよ。でかいんだけど、ビオランテとこう合わせると5時はこれぐらいじゃなきゃね。だからビオランテ対キングコングってこんな感じじゃない多分。俺のイメージね。ビオランテね、僕ね、DVD も持ってるし、VHS も持ってるんだけど、何回かね、あの、東映チャンネルかなんかで見たんだけど、まだね、正式に見てないんだよね。記憶に残るほどは。何回かね、ちょろちょろ見てはいるんだけど。わー。 いいな、これ。このゴリラ、ほんと、キングコングになるわ、これで。すごいね。なんか、ゴジラの遺伝子を組み込んだらんでしょなんかね、結構ゴジラの敵キャラでも、なんか僕の中では、最強の部類に入りますね。デストロイヤーとか、スペースゴジラに続いて、やっぱ強いイメージがありますけど。いいね。いやー、また、あのね、なんだろう。昔出てたやつとかをさ、また新たにムービーモンスターシリーズでさ、 出したりもするじゃん。モゲラとかさ、スペースゴジラとか、ラドンとか、モスラとか、そういうのもありがたいんだけど、ありがたくないんだけど、正直。<laughs> 正直にこういうね、新しい、こう、造形っていうかさ、金型っていうか、造形のやつ、出してほしいよね。あのー、今じゃ手に入りにくいさ、エビラとか、カマキラスとかさ、インディーズ装備では結構出てるけど、こう、正式にはあんま出てないみたいな。だから今回のビオランテはほんとね、みんなもっと買いさせてほしい。みんなも買ってほしい、これは。 これとペ、ペガ、ペガね、ペガ。ちょっと口があんま回ってないな <laughs>。滑舌がちょっと。あの、ペガね、ペガ。ジードのペガ。とか、出来いい装備はね、どんどん買ってほしいですね、低価で。でき逆に言うと出来良くないのは買わなくてもいいと思うんだけど、出来いいのは買ってほしいです。本当に。これとかかっこいいもんね。良い装備まあ、最近で言うとラドンとか、あの、2019のね、創意とかもすごい良かったんだけど、これは良いですね。ビヨーンって。 ま、そこがね、こんな貯金箱みたいな感じなんだけど、ま、あこれはしょうがないと。ま、これ遊びに使えるわ、結構。なんかね、ネット上見てたらね、このビオランテの下半身をさ、なんか作ってる人とかいて、イラストで。いいなと思って、俺もそこで改造してさ、ビオランテの下半身とか作りたいっていうか。だから緑色のさ、このビオランテをなんかモチーフとしたゴジラ作りたいよね。ほんとビオランテ最強形態みたいな。なデストロイヤーもあんじゃん、そんな感じの。 うわやべえ。かっこいい。これはいいわ。最近、あ、最近僕、ゴサウラとかも買ってるし、結構いい装備がもうほんとね、いっぱいあって楽しいですよ。うん。という感じですかね、今日は。はい。いやーでも、ワンダーグーのね、あの、DVD、CD の中古がなくなったのは痛いですね。昔、ワンダーグーってさ、CD、ジャンク CD10 枚100円とかもやってたから、ちょっとね、うん、ワンダーグー。まあでも、その代わり、 ハードオフとかブックオフに流れるのかなって気もするし、まあ絶対ね、そんなにあれかなとはもう減るのことはないのかなって気もするけど、でも CD とかはね、もう今売れてないだろうしね、DVD もやっぱり、うーん、ねえ、僕も今ね、ムービーネックス、DVD とブルーレイのさ、セットを買うとさ、ついてくるじゃん、アベンジャーズとか。それでさ、あの、ちょっとだ自分で買ったやつをダウンロードしたわけよ。ダウンロードっていうか登録して。 したらスマホでも見れるし、なんか YouTube でも見れるんで購入したことになるからね。そうなってくるとディスクを入れる手間がないからね、結局スマホとかで見ちゃうよね。移動中とか。あの、電車とかでさ、アベンジャーズとかあの。ほんとディスクなくなったりしそうだけど、でも、まあまあ、今ばらくは大丈夫かなと思うんよね。いやでもやっぱディスクはディスクでいいんだけど、やっぱね、傷んじゃうからね、どうしても。キャッツドックス。これもまた見たら感想を言おうかな。 でもアマゾンでも正直ね、安いです、今。うん。400円ぐらいで買えますし、うん。昨日も見つけて、今日も見つけたから、数出回ってんじゃないかな。でも面白そうだよね、この感じ。猫とね、可愛いもんね。まあ、僕は完全に猫派だけど、別に犬も嫌いじゃないから、なんか楽しく見れそう。<laughs> 面白そう。なんかいろいろな感じあるんだね。ハリウッド最新 VFX スパイムービー。まあ、いつの最新なのかな、そうだけどね。 何年のやつこれ。でもね、CM やってたの覚えてんだよな。あれ ?2001 年だって。あ、そんな昔なんだ。ってことは僕が、あのー、CM 見てたとか言ったのは多分もっと別のやつかもしれない。で、じゃんおもちゃコーナーも結構ね、オフハウス久しぶりに行った店舗だったんで、あのー、結構充実してたっていうか、うん、増えてはいたけど、うーん、目ん、めぼしいのはこれと、あとね、なんか、 うん、食玩装備がちょっとはいくつかいいのがあったかなって感じ。うん。あとはそんなかな。ショーケースがちょっと今ですから。うん。で、ハードオフの方は、まあ結構、ジャンク CD とかも多かったんだけど、うん。あとね、僕が行ってる人、グッていうか今日行った店舗って、ジャンク DVD コーナーっていうのがあるんだけど、だいたい1枚100円なんだけど、だいたい全部1枚100円が多いんだけど、あ、でも全部じゃないけど、たまに300円とかもあるんだけど、そこね、なぜかね、わかんないんだけど、ホラー映画がね、めっちゃ入ってくるんだよ。 しかもすげえマイナーなやつが。うーん。あれは欲しい人は欲しいんだろうな。なんか、なんか言うか、2チャンネルなんとかってやつとかさ。何、なんか、日本のホラー映画のなんか、すげえマイナーなやつ。あんま知らないやつとか、海外のやつとかもあるんだけど。ホラードラマみたいなやつとかもあって、もともと配信のやつかわかんないけど。そういうのがすげえなんか頻繁に入ってくんだよね。うわーと思って。欲しい人は欲しいんだろうけど、俺絶対いらないから。あの、いくら価値があるものだとしても、絶対に買わないからね。もう怖くて見ないから。 だから本当に残念ですね。で、v ストとかもあったけどね。ゲームに関してはね、あれがあった。ネオジオかなが、箱入りかなんかであって、ネオジオ X だっけわかんない。全然それわかんないんだけど、がまあなんかジャンクで1万円くらいであったりしたり、あと、なんだろう、64とか結構入ってたり、ファミコンも入ってたり、プレツ、プレツも結構ね、定期的に入りますね。安いときは300円で出るんだけど、今日はね、800円でしたね。やっぱ店員さんによって違うのかな 偏差も結構入れ替わるからね。しかもこの時期だしね。うん。まあでも、やっぱ楽しいですね。うん。リサイクルショップ巡り楽しいです。はい。ということで皆さんもね、えいろいろお買い物してみてくださいっていうか、まあ言われなくてもするだろうけどね。まああとおすすめの商品に関してはね、今回はマ z o n リンク説明欄に貼っときますので、よかったらご覧ください。ね。でね、まあよかったなと思ったら是非ね、あの、評価ボタンとかを押していただけると嬉しいです。はい。チャンネル登録やね、コメントお待ちしております。それではまたご視聴ありがとうございました。バイバーイ。